じゃあ、ワークフローツールの開発っていう話をしたいと思います。千葉大の露崎です。まあ、自分のキャリアとしては、ツールばっかり作ってきたなっていうことで、まあ、主に R のパッケージを作って、で、たまに Julia を書いたりしてました。Python は書いたことが、パッケージを作ったことはない。最近パッケージばかりを作ってなくてですね、ワークフローを書いてます。千葉大の方に移って、なんですかね。まあ、医療データみたいなのを解析するにあたって、パッケージっていう範疇でもないというか、もっといろんなツールを組み合わせて解析することが、多いので、R ばっかりでもないですし、Python とか他のコマンドツールとかを組み合わせて解析することが増えているので、まあ、そうなってくると、パッケージっていうよりももうワークフローだなということで、まあ、最近はワークフローを書く、ことが増えました。で、今日もワークフローの話をします。ワークフローとは何かっていう話をして、千葉大で作ってるやつ2つを紹介して、で、どういうふうにそういったツールを開発したかっていう手順を紹介したいと思います。まあ、ざっくりとワークフローってそもそも何かっていう話なんですけど、まあ、データ解析における一連の解析ステップの流れですね。まあ、ネイチャーの創設とかが、出たりしてますけど、まあ、どのデータサイエンスの分野に行くにしても、まずなんかデータがあるわけなので、データダウンロードしてくると思いますし、まあ、最初のローデータはそのまま解析するのに適していないフォーマットだったりもするので、まあ、それを前処理してなんとかこう行列とか、解析しやすい形に持っていく前処理が入ってますし、あとなんか、スコアみたいな数値データになってないものを数値にするとか、そういう処理も入りますし、超多サンプル、多次元なデータになってくると、そのデータの中でどの部分が重要なのかっていう特徴量を抽出したり、次元圧縮をしたりとか、そういうステップが入りますし、まあ、それでも、たくさんのデータを人間が目で見るっていうのは大変なので、まあ、プロットして可視化したり、あとは、レポートとして、まあ、HTML とか Jupyter Notebook とかで、レポートにして、より、こう、文章とかを添えて、人が見やすいようにするっていう、こういうのは、まあ、どこ行ってもやると思うんですけど、まあ、これまさにワークフローですね。で、こう、数珠つなぎになってて、前のステップが処理が終わったら、その次のステップをやるっていうふうに、順番にやっていきますし、それがこう、シークエンシャルとも限らなくて、こう、途中でこう合流したり分岐とか、そういうことも発生します。で、こういうのを人間がこう気をつけて、上から順番に間違わずに、計算しているっていうのを、一個一個確認して、解析するのは非常に大変ですし、まあ、絶対間違えてるので、それをこう、管理する、ツールが必要ということで、生まれたのがワークフロー言語です。で、まあ、有名どころとして、まあ、ユーザー数が多いものとしては、CWA とか、WIDO とか、Galaxy とか、SnakeMake とか、NextFlow とか、そういうものですね。その前の世代としては、ご存知かわかんないですけども、パイプラインパイロットみたいな、なんかそういうのが一時期ありましたよね。あれはなんかライセンス料を払ってこう、使えるようになる優勝のソフトでしたけど、まあそれのオープンソース版っていうのは昨今、こういったものがたくさんあります。実はまあワークフローは、何百だっけ？ 1000 はいってなかったと思うんですけど、すごい、たくさんあるので、ここでは全てを紹介することはできないんですけど、まあ、僕の感覚で言うと、まあ、CWL はかなりそのカチッとした言語で全てを明示的に記述するような書き方をします。この、コマンド、あ、この、文字列はコマンドラインだっていう定義したりとか、他の CWL を読み込むとかインプットとか、出てくるデータのタイプは何かみたいな、そういうものをすべてきっちり書こうとすれば、いくらでもきっちり書けるので、まあ、熟練度が上がるほどよりこう長く書ける
ていうもので、結構インフラ寄りの人が、使っている印象です。もし興味があれば、ワークフロー、なんだっけ、ミートアップっていう、なんか別のコミュニティがあるので、顔を出してみるといいと思います。で、自分は、どっちかというとインフラではなくてデータ解析で、この、ワークフロー言語を使っているので、おすすめは、スネークメイクですね。スネークメイクは Python で実行する、ワークフロー言語で、こういう、なんか一つ一つ、ドゥールっていう処理をこう書いていって、で、インプットはこれで、アウトプットはこれで、みたいな風に、書いて、で、特徴としては、ワイルドカードっていうのを使います。ここに、カッコ、サンプルって書いてますけど、ここに、1個でも10個でも100個でも、具体的な文字列が、代入されて、この処理が走るっていうことで、ファイルがどれだけ、たくさん増えても、これが同じように実行されるっていうことで、入力がこういう、名前だったとしたら、出力も同じように、この拡張子がサムになったバージョンが出力されるっていうことで、こう、入力と出力を、出力名をこう類推して、処理をつなげていくっていうタイプの言語です。あとは、全く別路線で GUI で書いていくっていうのが Galaxy で、これもかなりユーザー数が多いです。ただ、なんか CWL でも最近は、こういう GUI で書けるようなツールが出てきたりしてるので、GUI で使えるようになるっていうのは結構開発者が頑張ればそういうツールも出てくるので、ギャラクシーだけの話でもないです。はい。で、なんでそういうワークフロー言語でワークフローを書くのがいいのかっていう話なんですけど、一つはスケーラビリティの話だと思うんですけど、オミックス解析とか普段僕はやりますけど、サンプルが100とか1000とか100万とかたくさんあるわけですね。で、その一つ一つのサンプルで同じことをやるんですけど、それをこう、for 文、あ、シェルスクリプトで for 文で書いて実行したりするとかなり、大変なことが起きます。なんですかね。例えば、どっかで、100個あるサンプルのうちの1個だけ、計算が落ちるみたいな、そういうことあると思うんですけど、エラーが起きるサンプルを特定するっていうのがまず、大変ですし、で、その1サンプルだけ計算を再実行するっていうのもまた煩雑な作業になるわけですね。で、そういったことをこう全部管理してくれるので、で、もし、その100個あるうちの1個は計算がコケだとしたら、データかコードか、環境か、どっかに原因があるわけなので、それを直したら、次実行するときは、その1個だけを再実行すれば済むということになります。そういった、こう、なんていうんですか、たくさんあるけど、ここまでは終わってて、ここまでは終わってないから、終わってないここだけをやろうみたいなことにすごい特化してますし、ジョブのそのレポート機能みたいなのもあるので、どの部分が計算時間がかかるのか、メモリ使用量が大きいのかみたいなのを、逐次見ることができますし、あとこの、ジョブはコア数は、このくらい、セット数はこのくらい、メモリ使用量はこれくらいというふうに、設定することもできますし、あと計算はそのローカルの PC でやるだけじゃなくて、グリッドスケジューラーとかスラムとかそういう分散処理をするような、環境で実行する場合もありますし、または Amazon の AWS とか Google のクラウドとかそういった、もう別の環境で計算をするという場合もあると思うんですけど、そこら辺も、コマンドの一部のオプションを書くだけで、そのジョブを実行する環境を切り替えることができます。なので、コードとその実際計算する環境というのをこう分けて考えることができるので、非常に、便利です。あとは、なんか解析
の再現性っていうのが、担保されます。まあ、これは、Docker を使っているからですね。Docker を使わなくても書けますけど、推奨です。で、各解析のステップは、Docker というか、まあですね、多くの場合、シンギュラリティを使って、Docker イメージを落としてきて、計算をします。なので、このツールがうまくインストールできないせいで、このワークフローが実行できないみたいな、そういうことは、トラブルは起きづらいということになります。あとは、シェルスクリプトと比べて明らかに見やすいコードになります。あと、こういうなんか描画機能とかもあるので、このステップが終わって、このステップが実行されて、それが終わったら、このステップが次実行されますという、こういう、ジョブの依存関係を全体で把握しやすいというのがあります。あとは、複数の言語のツールを組み合わせられます。例えば、Python ユーザーは、きっと機械学習をやりたいから、Python を書いてますし、R ユーザーは、Tidy Burst か、まあ、可視化で ggplot2 使いたいか、あとはなんか分野的にバイオコンダクターを使いたいかみたいな、そういう感じでこうニーズがいろいろあると思うんですけど、別に、例えば、Python ユーザーが、Python で ggplot2 使えないから、諦めるみたいなことを考えなくてよくて、まあ、別に両方使えばいいんですよ。ワークフローの中では別に言語は、いろんなものを使っていいので、機械学習で scikit-learn を使って可視化に ggplot2 みたいなことも、ワークフローの中で実現可能です。はい。なので、ワークフローは、普段のデータ解析でぜひ皆さんに使っていくといいかなと思います。で、まあ、今の話は、まあ、一般的なワークフローの説明なんですけど、なので、まあ、自分のため、自分のデータ解析のためにワークフローを書くって話なんですけど、その作ったワークフローを他の人も使うっていうことも、あり得ると思うんですよね。まあ、バイオパッカソンの、目的でもありますけど、他人もそのワークフローを利用するっていうことを想定して、再現性のある、コマンドラインインターフェースのツールとして公開するっていう、のが、考えられると思います。そういうふうに、考えたときに、まあ、自分はこう書いたっていうやり方を、この後紹介します。自分は、スネークメイクで、普段データ解析書いてますし、他の人に使ってもらうワークフローもスネークメイクで書いたんですけど、まあ、それを、他の人にも実行してもらう上で、さらに Docker の中に入れて配布したりして、で、ユーザーの、自分だけじゃなくて他人の、入力ファイルで実行して解析結果が出るように、実装しました。で、こういうふうに書くと、別に Docker 越しで実行するので、Docker の中で何言語で実装してても、まあ、ユーザーは意識しなくていいわけなので、ただのコマンドツールですよね。なので、まあ、別に中はスネークメイクだけじゃなくて、何のワークフロー言語でもいいと思いますし、なので、こういう感じで実装、しています。一例としては、非富士テンソル分解のワークフローである、テンソル ECV っていうのを実装しまして、今年6分になったんですけど、これは新型コロナウイルスワクチンの副反応で、患者かける、症状をかける、で、その症状が、コロナワクチン接種後何日で現れたのかっていうことを考えていくと、参考関係の情報になるんですけど、まあ、こういう高次元のテンソルというデータを、テンソル分解することによって、まあ、こういう4つのパターンが顕著に現れているっていうことを、調べた論文になります。で、ここでランク、テンソル分解でランクっていうパラメータを事前に設定する必要があるんですけど、4っていう結果がここで得られています。で、この4っていう、値を、
取得するために、クロスバリデーションを行うんですけど、まあ、計算がかなり大規模になってしまうので、分散環境でも計算できるようにしたっていうワークフローになります。もう一つは、今、作り途中のものなんですけども、エネルギーランドスケープ解析っていうもので、なんですか、まあ、イジングモデルっていう、まあ、物理の、モデルがあるんですけど、これに、日のデータをこう入れて、どんなパターンがこうエネルギー的に低いか、エネルギー的に高いかっていうのを、こういう、ランドスケープ図っていうものを使って描くっていうもので、まあ、これはマトラボでこういうことができるツールがすでにあるんですけど、マトラボは優勝版なのでみんなが使えるものではないですし、あと、この解析、かなり、こう、細かい調整が多いので、かなり職人芸的なデータ解析になりやすいので、まあ、それを、なるべくコマンド一発で再現できるようにしたっていうものになります。なので、まあ、こういうふうに、なんか大規模だったり、まあ、細かい調整が多かったりとか、そういうところを、手数を増やして、一番良いところを探すみたいなところで、ワークフローはすごく特化していると思います。で、テンソ DCV どうやって作ったかっていうのを、最後に紹介します。この話はかなりいろんなトピックが、関わっていて、これまでに話した、こういった、話と関わってくるんですけど、すべて紹介はしきれないので、まあ、都度簡単に説明をします。はい。この GitHub で、ここの TensorDCV ってやつですね。で、どうやって作ったかっていうので、まあ、ライセンスをまず設定します。まあ、これは前回のバイオパッカソンで説明したように、まあ、GitHub だと MIT ライセンスが対応されますけど、まあ、これが無難っていう話ではなくて、まあ、各自のポリシーや事情に応じて適切なライセンスを選んでください。はい。で、テストデータは、フィグシェアに今回は置きました。適当にドロップボックスとか置いてデータを公開しちゃうと、リンク切れが起きたりとかそういう話もありますし、フィグシェアだと DOI が、発行されるので、よりこう、ロバストなので、フィグシェアにデータを置くのがいいかなと思いますし、あと、ちゃんとやろうと思えばそのワークフローがきちんと動いているかをテストするだけの小規模なデータと、まあ、本番のデータが、あると良いかなと思います。で、その後にワークフローを構築しました。ワークフローをどう書くのかっていう話は、まあ、統合 TV にあるので、そっちを見ていただきたいんですけど、まあ、全体としてこう、ダグ図はこういう感じになって、まあ、このジョブが終わったら次これが終わってって感じで、こういう依存関係になってます。で、このスネークファイルっていう、ファイルの中で、ワークフローを書いていくんですけど、で、スネークメイクってコマンドを実行すると、この中がパスされて、この中の定義に従って、ジョブが実行されていくんですが、その時のコマンドライン引数をここで、受け取っていて、インプットって名前で、入力ファイル、アウトディレクトリーっていう、パラメータで出力先のディレクトリーをここで、受け取るなどしています。あとはまあランクの、下限上限とかなんかいろんなパラメータをここで設定して、その後の後半で計算するってことをやっていて、で、すべての計算はこの Docker コンテナのこの、TensorDCV コンポーネントっていうものを使って計算するってことをやります。で、その後に、シェルスクリプトでこのスネークメイクを実行するので、TensorDCV っていうシェルスクリプトを作りました。で、なんで、スネークメイクだけじゃなくて、シェルスクリプトで、わざわざラッパーを書いたのかっていうと、
まあ、ユーザーに単にコマンドツールだと思わせるためっていうのはありますし、あとは、この、シェルスクリプトが、まあ、この、なんていうか、まあ、実行する、一番最初のものなので、それをこう、Docker コンテナのエントリーポイントっていうのを設定すれば、Docker 越しにそのシェルスクリプトを実行するってことができるっていうので、まあ、後でまた説明します。で、あとは、テストとか CI、GitHub Actions、GitHub にプッシュすると、この一連の処理が実行されるっていう仕組みですね。継続的インテグレーションってやつですけど、この GitHub レポジトリの .github のワークフローズ以下に、こういう YAML ファイルを置いて、そこに、いろんなことをやると、設定します。で、ここで、Docker、なんだ、あ、じゃないや、ビルドテストプッシュ YAML っていうのは、Docker Hub とか GHCR っていうところに、このワークフローの Docker をプッシュする役割があります。で、Docker ファイルの中には、こういうことが書かれているっていうのが、まあ、さ、えっと、このワークフローで使う、ドッカーイメージをベースイメージとしつつ、このエントリーポイントっていうところで、先ほど書いたシェルスクリプトを指定するっていうだけで、以降、そのドッカー越しにユーザーの、コマンドライン引数をこのシェルスクリプトに与えることができるので、まあ、こういうふうに書いています。で、この、ドッカーファイルがドッカービルドで実行されるので、で、出てきた、Docker イメージを、GHCR とか Docker Hub とかそういうところにプッシュしているのが、この YAML になります。あとは、テスト。まあ、ワークフローでもテストは書いた方が、絶対良くて、まあ、こういうふうにデータを Wget で落としてきて、Docker Run で実行するということを、やりました。で、こんな感じで、ワークフローのツールができて、で、リリースは、まあ、前の統合、えー、なんだ、ワイオパッカッソンで紹介しましたけど、リリースプリーズっていうのがあって、この Git コミットのところで、コンベンショナルコミットっていう記号に従って、こういうふうに、コミットメッセージを書くと、例えばこの fix っていうふうにやると、このセマンティックバージョニング的に、この最後の桁が1個上がるみたいなことが起きるので、リリースが、それによってこう自動化にできるみたいな話で、まあ、これを使って、こういうリリースがバージョン1.71みたいな感じでこう変更されたところっていうのが、こういう、コメントがついた状態で、集められて、こういうリリースとして、変更が、公開されます。で、あとは、まあ、ユーザーは、まあ、リードミーを呼ぶので、リードミーをちゃんと書く必要があって、まあ、何を書いたらいいのか、今も悩ましいですけど、まあ、最低限、まあ、データとか、この GitHub のレポジトリのダウンロードの仕方とか、このワークフローの実行環境や実行の仕方、あとは、各オプションの意味みたいなのは丁寧に書く必要があるかなと思います。あと、先ほどの、GitHub Actions で実行したものたちはここでバッチにして、この readme markdown に埋め込んでいます。あとは、これは実際にトラブった話なんですけど、Mac の M1、M2 の、まあ、最新の、Mac っていうのは、シンギュラリティっていう、まあ、Docker を実行するための、コマンドに対応してないっていうのがあって、その場合、こう、書き方が変わるっていうのがあるので、そこ、なんていうの、プラットフォームが違うユーザーのために、まあ、別のリードミーを書いたりしました。はい。まあ、こんな、感じですかね、手順は。
で、まとめますと、ワークフローっていうのはデータ解析における一連の解析ステップの流れで、で、ワークフロー言語でワークフローを記述することで、様々な恩恵が得られます。で、今日はワークフロー言語で CLI ツールを開発したという、開発して公開したという、話を紹介しました。はい、以上になります。あ、そうですね。デカサっていう、まあ、ソースコードしかないものなので、そんなに、イメージとしては膨らまないですね。ちょっと具体的に数字が言えないですけど、まあ、数字です。メガバイトレベルの話だと思います。ああ、はい。スケール。ああ、そうですね。今のところ一番計算時間がかかるのは、このメインのイジングモデルへのフィッティングではなくて、もっと手前のところで、まあ、これちょっと、モデル的に未知のデータ、なんだ、物理のスピンがこう、上か下かみたいな、2パターンしかないっていう話から始まっているものなので、データが2値なんですね。1かマイナス1かみたいなのを想定しているんですけど、でもまあ、この江崎さんの論文もそうなんですけど、現実のデータは連続値だったりするので、例えばこれ脳波なんですけど、この脳波のこの上がった下がったみたいなのを1マイナス1みたいな値に変換しないといけなくて、で、しかも、次元も落とさないといけないんですよね。その、変数の数が増えるほど、2の変数上だけ計算量がかかるようなモデルなので、10変数でも2の10乗で1024変数発生するので、あ、じゃあ、状態、取り入れる状態が発生しちゃうので、次元圧縮も同時にやらないといけないっていうので、なんか、二次化と次元圧縮っていうのは両方、まずやってから、じゃないと使えないモデルっていうのがあって、そこを実現するためにも実はワークフロー別のものを書いているんですけど、ちょっと今日はそれは紹介しきれないです。SBMFCV とかいうのがあるんですが。で、そこが一番計算時間がかかります。今のところ。ああ、そうなんですね。生だ。ああ。はいはい。そこで情報が落ちないか、みたいな。ああ、そうですね。それも一番簡単なやり方として実装はしてますけど、てかまあ、オプションでいろいろ中央値で切るとか、あとは、クラスター数2のクラスタリングして切るとか、そういう話もありますし。まあそうですね。だから、あまりにも大きいデータだと、そもそもこのモデルが使えなくなるので、それをこう少しでも使えるようにするっていう話と、計算の精度は落としたくないっていう、こう二つの話があって、ユーザーがどっちを、どのくらい重きを置くかっていう話になるとは思います。で、まあ、次元圧縮の、次元を増やせば増やすほど、なるべく元データを再現したような、データにはなるので、まあ、そこで調節するって話かなと思います。ありがとうございます。はい。質問で今ちょうどこの出てる
ページなんですけど、この細かい調整ステップが多い部分をこうある程度再現できるっていうのについてなんですけど、これワークフローのツールを使うことでいい点っていうのは、そのなんか、いろんなパラメータを同時に探索できるっていうところなんですね。それとも何か、この辺の調整も、そのなんか枠組みの中に入れれるっていうことなんでしょうか。まあ、細かい調整も、なんていうか、ワークフローだと手数がこう増えるので、全パターン試せるとか、そういう話ですね。あ、なるほど。じゃあ、もう並列にいろんな条件を試せるってところが、まあ、良いっていう感じそうですね。あと、まあ、やり方がこう、いくつもあるのであれば、オプションとしてユーザーに決めさせて、こう、自由に切り替えさせるっていうのもできますし。まあそういうところで、はい。なるほど。ありがとうございます。もう一個ちょっと聞きたいんですけど、そのワークフローツールを使う方がいいのか、それか、例えばデータバージョニングみたいなのを使って、この実験管理みたいな方をやるのがいいかっていうのは、どの辺でこう、なんていうか、判断するのがいいとかって、もしあれば、ちょっと伺いたいなと思ったんですけど。いや、すいません。ちょっと今の話で、はい。ワークフローを書くのかとデータのバージョニングっあ、ていうのそうですが、ね。例えば、そのなんか実験用のメタファイル、実験のパラメータセットとかを記録するようなメタファイルだったりとか、そのデータセットの方の、まあ、バージョニングをやって、なんかそのいろんな、条件を再度再現できるようにしておくみたいな部分と、なんかこういうワークフローの、そのツールで、ワークフローをちゃんと組んでおいて、そちらをバージョンで管理するみたいなことをやるとこって、なんか、どっちを採用した方がいいみたいなのが、なんかどういうとこで判断するのがいいのかなっていうのが、もし何かあればというところですけど。まあ、今の話は、まあ、矛盾せずどちらも大事だと思いますね。あるデータに対して、こういうコードを実行するっていうのを、あくまでワークフローはやってるだけなので、そのデータ自体が変わっちゃったら結果も変わってきちゃうので、再現性はないですし、だからデータはデータでちゃんとバージョンを切って、まあ、フィグシェアなりどっかに置いて管理しておくべきですし、まあ、どっちも大事だと思います。なるほど。ありがとうございます。はい。